カローラツーリングの次世代エンジンの市場レビューとその人気は？2024年新型カローラツーリングの人気と販売動向月間3000台以上の実績、トヨタカローラツーリング最新レビューで次世代エンジンと月間販売台数を徹底解説。トヨタは2024年モデルの新型カローラツーリングを発表し、注目を集めています。今回のモデルチェンジで特に話題となっているのが新開発の 1.5 リットル次世代エンジンです。このエンジンはトヨタの最新技術を駆使して開発され、燃費性能や環境性能をさらに向上させたものとなっています。2024年の新型カローラツーリングは安定した人気を保ちつつ、月間平均で3000台以上を販売しています。トヨタが当初設定した月間販売目標は5400台でしたが、実際の販売台数はこれを下回り、2023年は年間で 4470 台を記録しました。2024年も引き続き好調で、1月から5月までの販売台数は合計で 18720 台に達しています。この販売実績は、カローラツーリングがカローラシリーズの中でカローラクロスに次ぐ人気車種であり、特にハイブリッドモデルが多くのユーザーから支持されていることを反映しています。次世代 1.5 リットルエンジンの特徴。新型カローラツーリングに搭載される 1.5 リットルエンジンは、従来のエンジンに比べて燃焼効率を大幅に改善し、燃費向上と CO2 排出量削減を実現しています。具体的な技術としては、トヨタのダイナミックフォースエンジンの技術が組み込まれており、高熱効率を実現しながらも滑らかで力強い加速性能が特徴です。トヨタのダイナミックフォースエンジンは近年のエンジン技術の進化を代表する技術の一つで、特に燃費向上とパワーの両立を目指して開発されています。このエンジンは TNGA トヨタニューグローバルアーキテクチャプラットフォームと連携しており、エンジン性能の根本的な見直しを行うことで、運動性能、燃費、環境性能を飛躍的に向上させています。ダイナミックフォースエンジンの主な技術的特徴。高熱効率の追求。ダイナミックフォースエンジンの大きな特徴は、世界最高レベルの熱効率を目指した設計です。従来のエンジンでは熱効率が 30% 台でしたが、ダイナミックフォースエンジンは最大 40% を超える熱効率を達成しています。これによりエネルギーのロスを最小限に抑え、燃料の燃焼効率を高めることができます。特にアトキンソンサイクル圧縮比を高めた燃焼方式を採用することで、低回転域でのトルクを強化し、燃費を向上させています。低フリクション技術。エンジン内部の摩擦を極限まで減らすことに重点が置かれています。ピストン、バルブトレイン、シリンダーライナーにおける低摩擦技術や高精度なオイルシールなどの採用により、内部摩擦が減少し、エンジン効率がさらに向上しています。また可変バルブタイミング機構 VVTIE を使用することで、吸気バルブのタイミングを電子制御し、エンジンの負荷に応じて最適化します。吸気ポートの設計。ダイナミックフォースエンジンでは吸気ポートの形状を改良しており、燃焼室内での空気と燃料の混合を効率よく行うことで、より均一で強力な燃焼を実現しています。特に吸気バルブが高速で開閉することで、空気の流れがスムーズになり、燃焼の均一性が向上します。これによりより高い出力と低燃費を両立させています。排気ポートと冷却の最適化。エンジンの高出力化に伴い、冷却性能も重要な要素となっています。ダイナミックフォースエンジンではクール EGR 排気再循環システムを採用しており、排気ガスを冷却して再度エンジンに送り込むことで、燃焼温度を抑え、窒素酸化物の発生を抑制します。また冷却液を効率的に循環させることで、エンジンの温度を最適に保つことができ、持続的に高い性能を維持することが可能です。燃焼効率と加速性能の両立。ダイナミックフォースエンジンは従来のエンジンよりも高圧縮比を採用し、燃焼効率を最大化しています。これにより低回転時から力強いトルクを発揮し、日常的な走行でもスムーズな加速が可能です。特に高速走行時や追い越しの時に顕著なトルクの増加が感じられ、従来のエンジンに比べて大きな進化を遂げています。実際のメリットとユーザーの評価。ダイナミックフォースエンジンは
運転者にとっても多くのメリットを提供しています。燃費が向上するだけでなく、加速時のスムーズさや高速走行時の安定性が格段に良くなっています。また排出ガスの削減にも大きく貢献しており、環境性能も向上しています。市場レビューでもトルクの強さと加速のスムーズさが高く評価されていますが、エンジンノイズが気になるとの指摘もあるため、静粛性のさらなる改善が求められています。ダイナミックフォースエンジンは、次世代エンジン技術の代表例として、トヨタが掲げる環境性能と走行性能を高い次元で両立させたものです。燃費性能、WLTC モードで 20km 以上を目標としており、クラス最高レベルの燃費を実現すると期待されています。出力とトルク、最高出力は約120馬力、最大トルクは 145Nm 程度と予測され、日常走行での扱いやすさと高速道路での余裕ある走行が両立されています。エコ性能、新しい排気ガス浄化システムも採用され、最新の排出ガス規制にも対応しています。新型カローラツーリングのデザインと快適性、外観デザインではよりスポーティでダイナミックなスタイルを採用し、フロントグリルやヘッドライトのデザインが刷新されています。インテリアも高級感が増し、最新のデジタルコクピットやトヨタセーフティセンスといった安全機能が標準装備されています。またカローラツーリングの強みである大容量のラゲッジスペースも健在で、日常の買い物から長距離旅行まで幅広いシーンでの使い勝手が向上しています。現時点での新型カローラツーリングの人気は非常に高く、特にそのコストパフォーマンスや実用性が多くのユーザーから評価されています。カローラシリーズの中でも W×B グレードやアクティブスポートが注目されており、スポーティなデザインと豊富な安全機能が魅力です。特にハイブリッドモデルは燃費性能が高く、日常使いに優れていると評価されています。一方でハイグレードに対しては内装の質感がプラスチックっぽいという指摘や、ロードノイズの改善を望む声もあります。それでも全体的な価格のバランスや高い安全装備の充実から多くのユーザーに選ばれています。また後部座席の広さや使い勝手に関しては、長尺物やアウトドア用の荷物を積載する際の利便性が高く、ファミリー層にも支持されています。競合車種との比較、同クラスのライバルであるホンダのビットシャトルやマツダのマツダサンツーリングと比べても、新開発の 1.5 リットルエンジンによる燃費性能や最新の安全装備、室内空間の広さなどで優位性が見られます。特に燃費性能に関してはハイブリッドモデルも用意されており、低燃費車を求める消費者にとっても魅力的な選択肢となるでしょう。これにより新型カローラツーリングはファミリー層やアウトドア愛好者をはじめ、多くのドライバーにとって魅力的なモデルとして市場で高い評価を受けることが期待されています。新型カローラツーリングはすでに2024年の秋に発表発売されています。具体的な販売開始時期としては2024年9月頃からディーラーでの販売が始まっており、すでに注文や試乗も可能となっています。新しい 1.5 リットルエンジンを搭載したこのモデルは発表以来多くの注目を集めており、特に燃費性能や走行性能、広々とした室内空間が高く評価されています。現在カローラツーリングを検討している方は最寄りのディーラーで実際の車両を確認し試乗することができるタイミングですので、最新情報をぜひチェックしてください。新型カローラツーリングの納期は現在の状況によって異なりますが、ガソリンモデルで約23ヶ月、ハイブリッドモデルでは36ヶ月ほどの期間が予測されています。アジカ・エイジアカーズ・マガジン、株式会社 ID インフォメーション。特に、ハイブリッドモデルは半導体不足の影響もあり、さらに長引く可能性があります。また、オプションの選択や特別使用車を注文した場合、納期が追加で数ヶ月遅れることもあるため、具体的な納期はディーラーに直接問い合わせることが推奨されています。アジカ・エイジアカーズ・マガジンより、加えて地域によっても納期が変わるケースがあり、都心より地方の方が早まることもあります。株式会社 ID インフォメーション、納期をできるだけ早めたい場合、複数のディーラーに確認することが有効です。カーライフサポートブログ、新型カローラツーリングの市場レビューから
購入を検討しているユーザーに役立つポイントをいくつか紹介します。走行性能と乗り心地。ハイブリッドモデルはエンジンの効率が高く、燃費は実測で 20km/L を超えることもあり、燃費性能に満足するユーザーが多いです。追い越しで加速の際はトルクが力強く、高速道路での合流や追い越しの時に頼りになると好評です。一方でエンジンノイズが加速時に気になる点が挙げられており、静粛性については改善の余地があると指摘されています。ハンドリングとサスペンション、乗り心地は非常に快適で、特にフロントシートのショック吸収力が高く、長距離ドライブでも疲れにくいと評価されています。ただし後部座席では細かい振動が感じられやすく、特に大きなストロークにはやや弱さが見られるため、前席で同じ快適さが得られるわけではない点が指摘されています。安全性能と快適装備。トヨタセーフティセンスが標準装備されており、渋滞時の追従機能や交差点での歩行者検知などが備わっています。これは普段使いでも非常に安心感を与える装備です。またディスプレイオーディオや車内 Wi-Fi などのコネクティビティ機能も充実しており、現代的な装備が揃っている一方で操作性の向上が求められています。総じて新型カローラツーリングは燃費性能や走行安定性、安全装備の充実などが高く評価される一方、エンジンノイズや後部座席の振動に対する改善が求められているモデルです。